はい、レザーチャンネルのニコです。こんばんは。レザークラフトやってますか？今日もね、前回に出した刻印についてちょっとね、もう一回お話ししようかなと思ってます。刻印って皆さんどうしてます？レザークラフト始めたばっかで、刻印まだ作ってないという人結構いてると思うんですよ。刻印はね、作品出す前に、作ってもいいぐらい重要なんで、そのことについてちょっとね、お話ししようかなと思ってます。作品を売る前にまずね、刻印作った方がいいですよ。自分のブランド刻印、うちならね、このね、こんな刻印を作ってるんですよ。これがでもね、2019年一昨年作ったやつで、それまではねこれでした。非常にこれだけやったんですよ。でこれなんでかって言ったらね、ブランドのね、お財布とかバッグとかって形シンプルやのに、形シンプルでしょ。で刻印、ブランドロゴ、まあ刻印ってブランドのロゴのことなんですけどね、僕が言いたいのは、もうシンプルなんですよ。あれなんでかっつったら、その一目見て、その例えばバッグ見て、そのバッグ見たりして、あ、いいなって思った時に、どこのやつやろうって思った時、今なら携帯で調べれるじゃないですか。そういう時に名前だけシンプルにこういう風に書いてたら、名前で調べるじゃないですか。ってことは、自分が売ったものがそのまま一人歩きで広告になってくれて、お客さんが広告になって、もしかしたら売れるかもしれへんっていう、その機会損失、機会損失じゃないな、機会損失になり得るんですよね、そのブランドロゴを作ってへんかったら。なので最初はね、僕はシンプルに作って、名前を売る意味合いを込めて作ってました。でね、もう10年以上経ったんで、そろそろちょっと自分の凝ったやつ作りたいなと思って、こういう風に書いたんですよ。なのでブランドロゴっていうのはね、ものづくり始める前に何よりも先に作るもんちゃうかなって僕は結構思うんですよね。でうちの私の子にも早い段階で作りや言うて、でアイデアはね、僕も言ったりして、で作ってやってます。でね、まあ刻印によってもこのシルバー、これシルバーなんですよね、ここの部分で内棒があって、これやと、この大きさでね2万円近くかかったりするんですよ。こっちは1万円ぐらいかな、こっちで1万5000円とか2万円近くかかってます。でね、安いのやったらこのアクリル刻印、これうちのやつじゃないんですけど、何やったっけこれ、なんかね、一時流行ったじゃないですか、この模様、このアクリル刻印とこの大きさでね、3、4000、5000円ぐらいで作れるんですよね。でこれまあ、この前刻印の打ち方、綺麗な打ち方っていう動画出したように、水に皮濡らして、ほんでハンマーで叩いたら綺麗に写るんで、できたらまあこれぐらいは作っといて、自分のなんか、ブランド名を入れた、なんかモチーフのロゴ作って、ほんでまあなんかモチーフつけてっていう風に、作って、ほんだらね、それがね、作品作って売っとけば、お客さんが広告塔になって、それをバーって広まっていって、それに何やろうと思ったら、言われたね、さっき言ったようにインターネットで調べれるんで、ほんだらね、もしかしたらそこからお客さんが来るかもしれへんっていう、ね、そういう風なこともあるんで、ぜひ刻印っていうのは早めに作った方が、いいと思うんで、ぜひぜひ作ってみてください。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。